はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半をちょいと回りました。2月6日のチューズデーですね。ですね、その後、ドルウォンはじわっと押され始めたかな。夜の部ですよね、もうすぐね。今日の夜の部は押されるのかな。まあええけど、行きましょう。ブルームバーグでございまして、これは今日の13時34分ですね。今からですね、4時間ぐらい前ですね。ウォール街が中国に見下り反、インド厚遇、歴史的転換が進行中というですね。ヘッドライン2つ、伝統的に保守的な日本の個人投資家もインド投資に前向きと、ゴールドマンやモルガン S、最も重要な投資先としてインド支持と、世界最大の成長ストーリーとして中国がもてはやされてから20年経過し、世界市場に重大な変化が起きている。経済が失速しつつある中国から投資家が大量の資金を引き上げているのだ。そうした資金の多くはインドに向かっている。ゴールドマンサックスグループやモルガン・スタンレーといったウォール街の大手投資銀行は今後10年間の最も重要な投資先としてインドを支持している。この勢いが投資ブームを引き起こしている。620億ドル約9兆2000億円規模のヘッジファンドマーシャル・ウェールスは機関ファンドでインドを米国に次ぐ最大のネットロング（買い越し）対象と位置づけている。チューリヒですか、日本社を置くフォントベルホールディングの参加部門は新興国の投資機法投資配分でインドをトップに据え、ジェラス・ヘンダーソングループはファンド会社買収を検討している。伝統的に保守的な日本の個人投資家でさえインドを受け入れ、中国へのエクスポージャーを縮小している。投資家はアジアの二大国である中国とインド。アジアの二大国で中国とインドなん？日本はもうすでに二大国でさえないということですか？まあええけど別に。中国とインドが歩む対照的な道筋に注目している。世界で最も急成長している主要経済国であるインドはモディ首相の元、グローバル資本と供給ラインを中国からシフトさせるためインフラを大幅に拡充している。一方、中国は慢性的な経済的苦境と、慢性的と言われてしまいましたね。まあまあ、でもここ3年ぐらい苦しんでますからね。経済的苦境と欧米主導の世界秩序との溝の拡大に苦しんでいると。それは中国がですね、自分のやり方を押し通そうとしてですね、欧米のやり方に合わせようとしないから起こってる摩擦であってですね、誰が悪いって言うと、それは中国が悪いんですよ。M&G インベストメンツのアジア株式ポートフォリオマネージャーピカスマ・パーシャド氏、シンガポール在勤は、人々がインドの関心を持つ理由はいくつかある。一つは単純に中国ではないということだ。言われてるやん、中国ではないって。つまり中国はあかんということですね。と指摘、インドには本物の長期成長ストーリーがあると述べた。ということで、この記事終わってるんですけど、このね、インドというのはね、なんとも理解しがたいんですよ。世界一の民主主義国と言われてるんですけども、中国に取って代わることはできんのかというとですね、できんのかなという感じがしますね。まだまだ一人当たりの GDP は低いんですね。だから、マーケットとしては、中国よりも魅力は劣るんですよ。ただし人口構成はね、中国ってもう高齢化に入ってるでしょ。でもインドは別に全然まだまだ若いんですね。だから伸びる余地はあるわけなんですよ。なんで、そういう面はいいんですけど、ね、またはたまたその、おおよそは英語が通じるんですね。その、多分ね、インドの大学教育って英語でやってると思うんですよ。なぜかというとですね、
日本って、ね、当たり前にこうやってますけども、大学教育を自国語で受けられる国ってどっちかというと少ない少数派です。まあヨーロッパの国はほとんどそれは可能ですけども、そうではない国でですね、まともな大学教育をですね、自国語でやってるってのはですね、まあ日本とですね、どうでしょうかね、他にあるかな、という感じですね。例えば中国とか山ほど大学ありますけど、何を教えてんやろうと僕は思いますよね。で、そんだけ教えるだけの、ね、人材がいるんかなという気がします。で、韓国もそうですよね。いや、ものすごい受験、両国ともものすごい受験競争をやってるんですけど、あんまりピカッとした学者が出てないんですよね。自然科学の方面でもですね、社会科学方面、あるいはですね、人文科学方面でもですね、こう人材が出ていないんですね。だから、ちゃんとやってるのかなという気はしますね。で、インドもですね、そのインドの言葉自体がね、インド語っていうの ことが多くないですよ。ヒンドゥー語は多分そうインド語と言えなくもないですけど、ヒンドゥー人口はおそらく半分いないと思うんですね。あとはもうありとあらゆる言語が混じっていてですね、共通語となるとこれは英語になるわけですよ。で、うちの近所インド人多いんですけど、インド人の親子何語喋ってんやろうと思ってヒーで聞いてるんですけど、英語喋ってる親子結構いますよ。いや、こいつら勝てない英語かと思って。いや、わざとそうしてるのかもしれませんね、子供の教育のために。で、英語が通じるということはですね、その世界のですね、主な大企業の共通語で大体英語なんですよ。どう言いましょうね。例えばドイツのね、フォルクスワーゲンみたいな企業は多分日本にやってきて、日本社やってると思うんですけど、ドイツのフォルクスワーゲン社の日本社内の共通語って多分英語なんですよ。いや、それはドイツ人同士はドイツ語で喋ってるでしょうけども、ですね、会議とかやって日本人が混じると多分英語なんですね。で、結局英語は共通語なんですよね。だからインドに行きやすいんですよ、ヨーロッパ系の企業は。だからどんどん来てるんちゃうかということなんですけども、BRICS って言い始めたのがもう20年以上前なんですね。で、それから20年経ってるのに、確かにインドも成長してますけども、すさまじい成長してるわけでもないんですよね。で、インドは特にですね、言論の自由もありますしですね、中国に比べりゃその息苦しいところは少ないと思うんですけども、まあインフラがね、足りなかったっていうのは大きいかもしれません。で、今まであんまりアメリカ系の資本を歓迎してこなかったというのもあるのかもしれません。でも、なぜあの国がいまいちですね、もっとですね、中国みたいに急成長したかったのかってのはようわからん。一つにはね、その工場を作りにくい何かがあるんだと思うんですよね。私はカーストではないかと思ってるんですけど、あれは超めんどくさいんですよ。例えばね、なんて言いますか、こう、カースト的に低い人たちと同じラインで働きたくないとかね、そういうことがあったりするんちゃうやろうかと。あれはね、知れば知るほどでいやらしくってね、なんかこう遅れてますね。早い時期にね、日本なんか明治維新の時期に一応ですね、こう人間は平等ということになりました。微妙にこう身分制度は残りましたけどね、戸籍上だけね。でも、もう昭和あたりになると、こいつは元士族とか、元なんとかとかで、もうあんまり関係なくなってましたよね。少なくとも私の生育環境の中でですね、こいつは元士族なんて言ってると誰もいませんでしたよ。 まあいたんで、元士族もいたでしょうけどね。だからこう市民意識というものがですね、まだできていないからですね、欧米系の企業、資本主義の国の先進国の企業がですね、いまいち生産設備をですね、こう作りにくかったんちゃうんかなというような気がしますね。まあ、日本からは早くに続きとか言ってますけどね、まあ、つまり現地の事情に合わせたのではないかなという気はします。これからね、インド研究ね、うんと進むと思います。私もね、インド系、インドが分かるような本を探してるんですけどね、なかなかいいのがないんですよね。
ちょっと気合を入れて探して、早めにこうインドの知識を仕込んでおかないとですね、わけわからんなという、理解ができないなというふうに思ってます。ただ、このブルームバーグの記事のように、世界の熱い目は今インドに注がれていて、実際のお金もですね、どんどこですね、中国から剥がれてですね、インドに流れ込んでるという大きな現実はあると思いますね。このブルームバーグの記事をですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。